その時計はレース展望です。この時間は5月20日金曜日その金ナイターの展望を行います。解説は競馬ブック北野坊敦史さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日は下原治騎手が久々に1日5勝の固めが勝ったね。そうでしたね。大活躍の1日でした。まあ、特に最終レースは最後方から追走一気に追い込んで、いやこれ見事やったね。同着というね、そうやね、結果でしたけどね。本当ぴったり合ってましたもんね。そう、ね、メインも勝ったもんね。そうですそうです、ね、前抜き椿がね、移籍初戦勝利ということで、はい、さすが JRA 6勝馬というところで、今後楽しみですね。そうですよね、はい。まあ、実をね、まあ、6回になると中1周ですし、ちょっと賞金的な面もあるんで、ね、難しいかもしれませんが、ちょっと秋に向けてこの後勝利積み重ねるようだと楽しみに広がりますね。なかなかの馬だと思いますね。はい、ちょっと仁義とかね、シャダルにライバル出現ということになるかどうかというところですよ ね、はい、そうですね。さあ、それでは明日の展望です。明日のその金ナイター全部で12レースです。明日も開門時刻はお昼の2時となっています。で、11レース日刊現代賞、それから一つ前の10レース、この2つを展望いたしますが、まずは11レース日刊現代賞は4歳以上 A2 戦1230メートル戦12頭です。北野さん、印こうなりました。まず本命は6番のスマートメイスということで、まあ、金層好調ですよね。そうなんですよね。で、前回でも A2 と B1 の混合だったんですよね、はい、でこの馬は B1 だけだった、ね、この馬だけで、はい、まあ、2キロ差があったとはいえ、うん、快勝でしたからね。でまあ、その時と半数同じメンバーですからね、はい、まあ、56キロになりますけども、うん、大丈夫だろうと、今の調子の良さだったら、はい、うん、まだいけると思いますね、はい、だからこの馬あたりね、もし820がクリアできるんだったらね、うん、FC スプリントとか行ってもね、非常に面白いと思うんですよ。来月のね、820勝、うん、だからまあここで負けてほしくないですよね、はい。それから対抗10番電光ブレイブということで、ちょっとね、金層成績的には印としてはね、印と言いますか、あの成績的には、うん、ちょっとこう馬券にも絡めてないんですけど、そうなんですよね。前回でも490切った馬体重になりましたからね、はい、これ走ると思ったんですけどもね、うん、なかなか反応してくれなかったんですよね、はい。うん、でもね、気配はね、確実に良くなってます。馬体の張りも良くなってますしね、毛づやも良くなってます、はい、でそこへ今回最も位のマナブ君乗してきましたからね、はい、これで変わらないことにはちょっとこの先しんどくなるんでね、変わるんじゃないのかなという感じはありますね、はい。陣営からの勝負気配というのもちょっと伝わってきますね。そうですね。それから黒三角が12番のグランプリワンです、うん、休み明けから4着続きということですが、うん、やっぱり千人の方がいいでしょうこの馬、はい、うん、それとこの中間日本しっかり追い切ってますからね、うん、まあ、木本君にもだいぶ力入ってますし、はい、なんか走りそうな予感はしますよね、大外枠というのもこの馬にとってはプラスでしょう、はい。それから4番手評価が8番タガノグランサムに入っています。こちらは前走 B1 逃げ切り勝ちで、今回 A2 に昇級というまで、まあ、1230初めてなんですね。そうですね、まあ、A2 も初めてですし、いろいろクリアする点はあるかもしれないんですけども、うん、でも能力は確かですよ、はい、で馬体重もだいぶ絞れてきて、息っぷりが良くなってきましたからね、ここらを味方に、まあ、A2 もクリアできないかなという見方ですね、はい。で7番統計九重白三角、ここに5着4着と来ています、うん、だいぶ形になってきたなという感じはしますね、うん、一時伸びきれないレースの連続だったんですけどもね、はい、まあ、前回でちょっと目処ついたかなという感じはします、うん。それから最後9番激輪ということで、まあ、相手関係はね、今回少し楽にはなるでしょうかね、うん、単独戦なんで折り合いですよね、ちょっとかかる面があるんでね、うん、極力、まあ、そのあたりスムーズにいってくれればと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと前が速くなりそうですからね、それ考えますとうまく折り合いつくんじゃないかなと、そういう期待は持ってます、はい。まあ、1230でも1コーナーちょっと前の前に乗っかかりそうになるぐらいの、ね、勢いでいっちゃいますもんね、うん。その激輪が最後の印ということです。まあ、トゥリパなんかもね、今回昇級で重賞ホース出てくるんですけども、うん、距離が久々といいますか、2000ぶりの1230、はい、このクラスだとちょっと厳しいという見方ですか。そうですね、これがまた800だったらね、話は変わるんですけど、やっぱりこのメンバーで1002というのはね、そう甘くないと思いますね。そういう考えなんですね、はい。さあ、ではここフォーカス見ておきましょう。馬単で1着固定ということですか。6番スマートメイスからということで、もう2点買いですか。そうですね、はい、絞っていいと思います、はい。日刊現代賞 A2 の1230m 戦、ここは6番のスマートメイス連勝の期待という北野坊さんの見解です。発走時刻は7時55分です。
では一つ前です。10レース、こちらは4歳以上 B1 の特別戦、距離 1400m、 8頭小頭数の一戦となります。印はこうなっています。7番の名将ブラボーに本命印です。 JRA から移籍をしてきて B2 クラス連勝を飾りました。で今回 B1 に昇級という馬です。過去の園田在籍時も含めまして1回も園田は負けてませんからね、はい、5戦5勝ですからね。で前回でも3着馬には7馬身差なんですよね、うん、マッチレースで勝ったんですけども、レベルは高かったと思いますね、はい、まあ大丈夫だと見ますね。ここも硬そうですか、うん、頭は、とにかく勝負強いというか、うん、根性がありますねこの馬ね、それから対抗評価が4番のミラクルベルンです。こちらまあ好調というところで、はい、前走は昇級戦2着と、まあ、小頭数でしたけども、うん、しっかりと上位に来ました。前回はね勝った馬が強かったというか早かったね、はい、うんうん、だからその馬にスッと鼻いかれたんで、うん、あれっていう感じの戸惑いがあったからもいう感じのレースでしたよね、はい、おそらくこのメンバーだったらこの馬鼻ですからね。そうですか、うん、この馬の鼻で名勝ブラボーがどこでかわすのか、うん、かわささないのか、はい、まあ、その辺のレースが 3,4 コーナーまで続くんじゃないかなと思ってます、まあ、楽人間に持ち込みたいところでしょうけども、早めに来られるとやっぱりさすがに厳しくはなってくるでしょうけどね。ただ、まあ、展開を握っていけそうだというところで上位の評価、うん、そうですね、うん、まあ、ヨハネスボーイとかね、金層鼻いってるんですけどもね、はい、やっぱり距離長いところで鼻いってる馬ですからね、1004だったらやっぱりミラクルベルンの方がだいぶ早いと思いますね、はい、だからこの4番楽逃げと見ていいと思います、はい、それから黒三角が1番バーゲニングパワーです。ここに2着続きとあと一歩のレース、うん、好調ですよ、はい、これメイン出てるスマートメスと合わせまして、うん、出走ですからね、はい、非常に状態ハイレベルで維持してますよね、ええ、ミラクルベルンが名勝ブラボーにかわされた時、そうなってくると浮上してくるのはこの馬だろうなと、うん、そう見てますね、はい、それから3番ライブリテックスに4番目の印です。ここに層は5着4着と来ています、うん、勝ちきれないんですけども、ここまでは来るんですよね、はい、だから当然3着2着3着ぐらいだったら来てもいいと、展開もなんとなく向きそうな気はしますよね。そうですか、はい、で最後2番のコスモバーズにも印入っています。こちらはまあちょっとね、素足をかけるというタイプの馬で、ちょっと届かないレースは続いてますけども。そうですね、まあ、でも前回3着とは鼻差ですからね、はい、それと前回の場合は天球初戦だったんですよね、うんうん、今回天球2戦目、はい、全ての面で上積みがありますんで、まあ、前回以上走れても全くおかしくないなとは思ってます、はい、ということで、まあ展開的にはやはりここは4番ミラクルベルンが引っ張って、うん、で名勝ブラボーが後位からどこで動くかというところが一つ大きなポイントになると、はい、そうですね、もうそれだけの問題だと思いますね、うん、はい、さあではフォーカスで見ておきましょう。ここは馬単で7番の名勝ブラボー頭勝負、ここも2点買いですか。そうですね、だからもうとにかく、まあ、さっきね三宅さん言われたように名勝ブラボーの出方だけですよ、はい、4を残すレースをするのか、はい、それとも1を連れてくるのか。なるほど、うん、早めに動けば1番バーゲニングパワーが来るし、はい、ゆっくり行けばミラクルベルが残るしということですね。そうですね、はいはい、また2点勝負ということで第10競争は7時20分のスタートとなっています。どうぞご期待ください。明日は今年4週目のその金ナイターの開催となります。今年その金ナイター1週目と3週目がともに雨でね、うん、ちょっとなかなかいいお天気の中レースできないんですけども、うん、今週ちょっと明日は晴れそうなんでね、大丈夫でしょう、はい、今日ももう気温、実況席も30度近くまで気温上がって、まあ、真夏日近くということで、いやもう夏でした ね本当に日差しも随分と、ね、強くなってきています、朝その気になった、まあ、夜は、ね、本当に心地いい風も吹くでしょうし、はい、まあ、まさにビールが美味しい季節と、そうですよ、ね、いうことになってきましたんでね、ぜひ現地でその気になった存分にお楽しみいただければと思います、ここまで解説は競馬ブック北野坊敦さんでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。その他競馬、来週は水曜木曜で競馬、そして金曜日ナイター競馬という3日間開催です。で再来週は水曜日と木曜日6月1日2日が白牡開催となって、3日がその金ナイターの開催となります。どうぞご期待ください。